おはようございます。ミッキーファームです。今日は2022年9月16日です。今日の天気は曇りでちょっと涼しくて畑作業にはもってこいです。で、今日はこの前取りましたこの島らっきょうの球根、これを種にしてこの畝立てしてから植えていきたいと思います。とりあえず荒起こし終わりました。それで今年なんですけれども、去年島らっきょうを植えた時はいつものように他の野菜と同じように畝割りしてから牛糞堆肥入れて、で安田ぼかし入れてっていう、ミルフィーユ層の畝を立ててそこに植えたんですけれども、島らっきょう、らっきょうですね、らっきょう全般はそんなにもともと肥料がいらない野菜なので、それが分かったので、今年は、この今から植える畝も去年玉ねぎを植えた畝なので、まだ残肥が残ってるんで、その残った肥料ぐらいで十分かなっていうところで、今年はもう何も入れないことにしました。ですからこのまま、畝をちょっと形整えて植えていきたいと思います。
そうしましたらこのように真ん中に溝を掘ります。でこの溝に球根を10センチ間隔で、1箇所に2個ずつ置いていきたいと思います。あの上なんでだいたい50箇所ですね。でかける2個なんで100個、約100個置いてます。それではこれで土を持っていきたいと思います。はい、それでは島らっきょうの植え付け完了しました。今日は全部で4畝、去年は2畝植えたんですけれども、で1畝残して1畝から種としての球根を取って、今年は4畝植えれるぐらい増えました。これであとはまたあれですね、来年の6月ぐらいに収穫するまでほぼ何もしなくてもラッキョウは育つんで、すごく手軽な野菜になります。あと去年とちょっと違うところは、去年は畝を高畝で植えたんですけれども、高畝にしたおかげで土寄せが途中ちょっとできなかったので、
土寄せをした方がよりそのらっきょうの白い部分が大きくなるんで、まあそれができるように今年はちょっと低めの畝に変更しました。これで周りの土が寄せやすくなると思うんで、去年よりは土寄せできると思います。それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますんでフォローの方お願いします。それではいってらっしゃい。